パイダーチャンネル。皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。前回アジア新興国市場で失敗する 4P マーケティングミックスについてお話をしました。で、今回はその逆で、アジア新興国市場で成功する 4P マーケティングミックスについてお話をします。で、アジア新興国で成功している企業は必ず今日説明する成功する 4P ができています。で、逆に成功する 4P ができているにもかかわらずアジア新興国市場で失敗するなんていうことは絶対にありえません。今日はアジア新興国市場で成功する 4P について一緒に学んでいきましょう。この図がアジア新興国市場で消費財メーカーが成功するために必要な 4P です。で、プロダクト、プライス、プレイス、プロモーションの4つを 4P というふうに言うわけですが、まずプロダクトから見ていきたいと思います。で、アジア新興国市場で成功する消費財メーカーというのは必ずこのプロダクトがアジア、現地の中間層が求める商品になっている。で、失敗する企業で私こういうふうに説明しました。間違ったプロダクトというのは日本で成功実績のある、日本で親しまれてきたプロダクトというのが失敗する企業はここに来るんですが、成功する企業というのはその現地の中間層が求める商品をというのがまずプロダクトとして絶対的に大前提としてくる。それが結果として日本で親しまれたものと同じであったとしても構いません。重要なのは現地の中間層が本当に求める商品になっているかということです。で、2つ目のプライス、これはですね、中間層が賄える価格にするっていうことがすごく重要で、この賄えるっていうのがですね、大変重要なキーワード。消費財ですから買うなんていうことは誰にでもできるわけですよね。頑張れば1回や2回、3回ぐらいは買えるわけです。しかしこの賄えるっていうのは自分たちの生活の中に取り込んで賄っていくっていうことですから、消費財ビジネスの最大の重要ポイントであるいかに多くの人にいかに早い頻度でいかに繰り返し永遠に買ってもらうかっていう、これ賄えないとならないわけですね。1回2回買ってもらったってそんなのは企業にとって全く意味がないので、いかに賄ってもらう価格にできるかということがすごく重要で、安い価格は重要じゃないんです。高く売れるんだったら高く売った方がいい。ただ重要なのは賄えるか賄えないかと、このプライスというのは非常に重要です。で、3つ目がプレイスで、このプレイスっていうのは、間違ったプレイスっていうのは結局、価格が高いんで TT に置けないんで間違ったプレイスは MT だけっていうふうにお話をしましたが、中間層が買いやすい売り場に並べるっていうことがすごく重要で、 MT か TT かなんかどうでもいいんですよね。中間層が買いやすい売り場っていうのはどこなのか。で、よく誤解は MT は富裕層が行き TT は貧困層が行くみたいな捉え方をしている人がいますけども、富裕層も中間層も貧困層も MT にも TT にも行くんですね、アジア新興国では。したがっていかに買える売り場を広げるか、ストアカバレッジを広げるかということが非常に重要なので、中間層が買いやすい売り場、つまりはストアカバレッジを広げないといけない。例えばその成功しているような消費財のグローバル企業というのはストアカバレッジが圧倒的に高い、ネスレ、ユニリーバー、 P&G なんていうのは数十万のストアカバレッジをどの ASEAN でも持っているので、ストアカバレッジというのは非常に重要、いかに中間層が買いやすいかと。で、3つ目のプロモーションは中間層が選びたくなるような仕掛けをしないと、やっぱり棚に並んだ商品というのは選ばれないですよね。で、ストアカバレッジを伸ばすことは、チャンネルへの投資だとプレイスだと言いましたが、並べたものは消費者がどう選ぶか、選びたくなるか、他社の商品ではなくていかに御社の商品を選ぶかというのはやっぱプロモーションの投資なんですよね。したがって中間層が選びたくなるような仕掛けを、その売り場でやらなければ、BTL をしなければ、ある一定のところまで売り上げが推移したらしっかり ATL に投資をしなければ商品は選ばれないと。で、この4つが、しっかり、守られてるから初めて商品というのは売れていくわけで、この4つのいずれか1個でも間違ってしまったら商品は売れないわけですよね。したがって今なかなかうまくいってない企業というのは
この成功する 4P に当てはめていくと大体分かってくるんじゃないかなと。でそこに言い訳を絶対しないっていうことですね。例えばいやいや中間層が求める商品ってうちは日本の企業で日本の商品でプレミアムの戦略なんだからやっぱりプレミアムだよねと。プレミアムっていうことはやっぱり賄える金額よりもちょっと高値を狙うべきだよね。そうすることで中間層のど真ん中じゃなくてどん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 層が上振れしていくと。で確かに TT はやるし将来やんなきゃいけないって思ってるけどまずは MT だから MT やってるんだよね。でプロモーションだってやるべきタイミングに来たらうちはやりますよ、ただ今はプロモーションかけるタイミングじゃないからやってないんだよね、まあ、こういう言い訳がずっと出てきて結局10年経ってもなかなかメインストリームに入っていけない消費財、日本の消費財メーカーというのは非常に多いので、まず言い訳をせずにこの 4P に当てはめるということが大変重要かと思います。それでは皆さんまた次回お会いいたしましょう。